楽しみですね。どこまでできるか、川崎とはシーズン開幕して2節目で当たったんですけど、もうそこから半年ぐらい経って、まあ、お互い多分成長もしてるし違うチームになってると思うんで、本当に僕は楽しみです。チームの雰囲気はすごく良くて、まあ、ロッカールームでの雰囲気もいいし、練習中の雰囲気もいいし、充実した状態だと思います。まあ、僕は怪我でちょっとまあしんどいシーズンだったんですけど、チームとしてはまあ、ヘッドコーチが、まあ、病気だったりでコロナ感染者出て、試合がちょっと休みになったりとか難しい状況ではあったんですけど、まあ、もう若いチームやったんで目の前の1試合1試合をこなしていったことによって、2位っていうそのポジションに行けたのかなと思ってます。そうですね、今シーズンから新しく来たルーキーたちがもう本当に多分ファンの人たちも見てて分かると思うんですけど、すごく自信がついてるというか、まあ、最初からみんな堂々とプレーしてたんですけど、その中でもプロとして自信持って多分プレーできるようになったなっていうのが、まあ、チームの成長にもつながってるのかなと思います。もう強いチームですごくいいチームだなと思ってます。まあ胸を借りるつもりで行くつもりはないんで、もうしょっぱなからちょっとしばきに行くぐらいの感じで行きたいと思います。はい、まあ、僕、今まで4シーズン大阪にいてて、チャンピオンシップに初なんで、本当やったらもう終わってるシーズンが終わってる状況なんで、その中でもチャンピオンシップに残って試合ができるというそのありがたみとかそういうのも感じながら、もう1個でも多く1試合でも多くできるようにやっていきたいです。はい、何としても川崎に勝って、大阪は強いと、皆さんに喜んでもらえるように頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。